さあ今回は以前発表してもらった太田上田アワードの受賞者にお越しいただいております。あ、誰だっけ、エイトだっけいや、あ、ピーちゃんはいっぱいあげたんだよ、受賞者。いっぱいあげましたね、うん、8、まあ鬼滅の刃とかも入ってんのね。鬼滅の刃は特別賞として、俺はちょっとトランプ大統領とかも入ってたんだ。トランプ大統領もまあ功労賞ということでお疲れ様でしたということですかね。あとまあ井森さんとか、うん、まあ入ってらした中に、うん、今日は受賞者としてこの方にお越しいただいております。はい、いやーかお願いします。磯山さやかさんです。忙しいとこわざわざね本当にそんなことないですよ。元気、フワちゃん元気、太田も元気そうじゃんマジもう命ね、見て爪かわいい、ね、何これもう定番のやり取りになってる。定番のやり取りピーちゃんと磯山さんの中では。そうなんですよ、ご挨拶すると、うん、フワちゃんもう磯山っていうよりもフワちゃんで先に呼ばれるっていう。そうそう、はい、フワちゃんのことを磯山って呼んでる。なんでそうなって、いやいや、フワちゃんに言ってんのは見たことあんのよ、はい、うん、でフワちゃんがちょっと迷惑そうにしてるのは見たことは、ね、ここに来た時も迷惑そうでしたよね、うん、そうですよね。何きっかけでそうなったの、磯山さんのこと。ビバリーヒル高田先生のビバリーヒルズで、はい、金曜日のレギュラーなの、はいはい、私と松村さんが金曜日のレギュラーで、うん、でもうとにかくモノマネやりまくるわけ、はい、うんうん、急にフワちゃんができるようになったんだよね。そうです、そうです。ああ割とこうその週とかで活躍している人とか、うん、高田先生の目に留まった人を、うん、だいたいまっちゃんと私に無茶振りしてくるんですよ。なるほど、いろんな夫婦とか、うんうん、でその中でフワちゃんがすごくこうブレイクして出てきた時に、ね、そうそう、なフワちゃんって言われて、うん、その時にわってフワちゃんで、とりあえずフワちゃんっぽい感じで返してみるみたいな感じになってたら、あれちょっと似てるかもみたいな。意外とできたんだそれで、はい、その誕生の瞬間を俺聞いてたのおそれで感動した、全身鳥肌だったそんなにいや、みんながそうです、ね、本当にブースの中でも、ね、あれ意外といけんじゃないみたいな感じで、そこからフワちゃんが、大坂直美ちゃんもねすごいよね最近ね、うん、ちょっとだけね私もなんかできるようになってるからね本当に皆さん愛してます何俺しばらく会わないうちにモノマネ芸人になってるそうなんですよ、しばらく会えてないこのね時間で私はね高田文夫にモノマネ芸人されたんですよさせられたんだ、させられたんですよマジか、はい、俺の知ってる磯山さやかそんな芸風じゃなかったけど なかったでしょ、こういうの恥ずかしくてできない人でしたよね私ね、どっちかっていうとね、これからの磯山さやかのもう活躍は多分ねすごいことになると思うよ。ないですよ、だからアワードにしたわけ。ありがたい、アワード。どういうとこ期待してんのさやかちゃんに。え、磯山さやかちゃんに何でもとにかくできるからモノマネが、あ、モノマネ芸人として期待してるの。モノマネもそうだし、あとやっぱりね、はい、よくよく考えてみたら、はい、志村さんのね、あの、はい、バカ殿で、はい、もう何十年やったんだっけあれ、50年ぐらい10年です、ね、10年いやでも長くやってるよだから志村さんに鍛えられ、はいはい、ね、なるほど、天下の高田文雄に鍛えられた、ああ言ってみりゃ日本のコメディエンヌとしてはもう一番トップにいるわけ、うん、そうかいやでも確かにそうかもしんないよ、 DNA としてはもうすごい DNA で、あとテリーさんとも絡んでるから、あ、そうですずっとレギュラーやってましたからね、日本一の親父転がしてなるほどね、あ、そうです、それは言われてます、いいコンパニオンになるよありがとうございます本当に ね元気に長生きしてねしか言えないですからそれだけが望みですから。確かに分かる、磯山さんが例えば、はい、じゃあ銀座のママになりましたとかね、はい、どっか、はい、あの小料理屋開きましたってなったら、うん、ちょっと通いたくなる、ね、俺出資するっていう人結構いるんですよ。そうなの分かる分かる分かる、なんかね行きたくなる。そうそうそう、今年何十周年だっけ。今年20周年です。今年20周年だ。そうですね、20、はい、そうだよ。年いくつだっけ。37なんで。37、17からやってる、はい、一番いい時だよ。37で自分でももう認識あるでしょ、ここのとこ最近私来てるなみたいなさそんなことないです。絶対あるよね。そんなことない、絶対あるよ。あのね、ほんとここぐらいだけですよ、ね、言っとくけど、ここに先生いて、高田先生がここぐらいのゾーンではめちゃめちゃ来てます、私来てるよな、ここではね。いやでもこの間ビバリー聞いてたら、うん、なんかお笑いの若手の第7世代だっけ、はい、が選ぶあの共演したい恋人にしたい、はい、女性に入ったんだよね。あ、それタイ
プの女性。あ、タイプの女性。いや、いいじゃん、タイプの女性で。あの、イグジット、イグジットの。イグジットだよ、今のときめく。兼近さんが、あの、その好きな女性を4人選ぶっていう心理テストがあって、その、ご自身の番組で、うん、その4人の中の1人に磯山を入れてくれたっていうやつで、高田先生がすごい喜んだんです。そうだよ。いや、俺も喜んだよ、それは。だって、他のメンバー誰だっけ？浜辺美波さん、はいはい、吉岡美穂さん、吉岡里穂さん、ちゃん、うん、吉岡里穂すら言えないんだろ。吉岡里帆さん、浜辺美波さん、めるる、磯山さやか。ほら、そのラインナップ。そのラインナップ。ごめん、それ辞退しないよ。そのラインナップなら。いや、私別に知らなかったんですもん。見てびっくりしたんですから、すごい。私の周りがそう騒いじゃって。すごい。おじさま方がすごい、すごいなっつって。磯山時代が来てんだよ。だって写真集、だってほら、やっぱりさ、はい、前はさ、グラビアアイドルとかってもう30歳までにはやめるって感じ。でしょ、20代ちょっと後半ぐらいでは説があったもん ね、30歳定年説、うん、でもほら、はい、ずっと頑張り続けてるじゃん。頑張り続けそうですね。で最近、ね、そういうふわなんつうふわふわボディだっけ、なんか言われてんじゃん、なんかマシュマロボディ、ね、マシュマロボディ、マシュマロボディ、そういう、はい、感じのね、もう代表だから、ぽっちゃりとか ね、そういうやつがあります。いや、偉い。だってその写真集もかなり、え、なあ、あのフォトブック、あ、ほら、あ、これあの今年のカレンダーのセットになってるフォトブックですね。今年のカレンダーももうほとんどないんで、もう残りわずかっていう。すごいんだ、売れっ子なんだよ。だからすごいよね、ありがたいですよね、うん、あ、でもほらちょっと、ね、結構ほらこういう セクシーショットも、あ、ちょっと下着ショットみたいな、はい、パンツ丸見えだもんだって ね確かに下着だからパンツ丸見えだと、見る、ピーちゃん、え、見る、これ、うん、見ますよ、もちろん。これもこんな冊子みたいなやつだったんだね。そうです、カレンダーと一緒になってるんでね。ああ、そこですか。いや、そんな笑うような写真ないよ ね、 ね、全然 笑うとこじゃないんですよ。いや、かわいい写真じゃんね、綺麗、微笑むぐらいなんですけどね、普通に。え、それそんな爆笑できんの、そのフォトブック。ちゃんと見た、そんな、ちゃんと見た。